通常、航空機が空母に着艦する際にはアレスティングフックという装置を使って機体を減速させます。ではそのフックを使わずに航空機が空母に着艦できるか、気になりますよね。やってみましょう。今回は戦闘機よりも低速耐性の高い攻撃機を使って挑戦します。巻き添えの方々の礼には哀悼の意を表する。勘弁してくれ。そんなこと言ってたら自分も死にました。2回目の挑戦。着艦の勢いが強すぎて跳ねてしまいました。これはもう止まれませんね。脱出。いろいろ考えた結果、米空軍の A10 では厳しいと結論付けました。というわけでロシアの攻撃機スホーイ25、なぜこの機体を選んだかというとドラッグシュートが装備されてるためです。止まれ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 。着艦成功です。飛行機を使ってやってほしいことがあればコメント欄へ。